はい、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただきますのは完全ワイヤレスイヤホンCOWON CT5 のご紹介です。はい、こちらでございます。ほぼ CF2 と一緒というのがですね、ぶっちゃけた話なんですけど、ほぼ一緒なんです。それのカラーバリーチェンジで大体思っていただけても OK かなと思いますが、少しバージョンアップした点もございますので、そちらも改めてご紹介しようと思います。音的にはですね、すでにヒットしております、CF2 とほぼ同じなんですけども、一つはやっぱりこのカラーバリエーションですよね。マットブラックになりましたというところは大きいと思います。単純に黒色になったんで非常に使いやすくなったなというか、男性でも手に取りやすくなったなというところはあると思います。で、ここが変わったよという点なんですけども、通話時ですね、右左別々のチャンネルで、同時に受信してお話ができるようになりましたので、両方つないでるデュアルモードの時ですね、片側じゃなくて、1つだけで使ってる時は左側からしか、通話ができないような状態だったんですけども、今回は、左右両方で通話ができるようになりました。左右両方から、通話ができるようになりましたので、変化といえばそれぐらいでございます。改めて、こちらのですね、CD5 の方のスペックをご説明させていただきますと、単体でわずか 4g というところは大きなメリット、そして駆動時間は単体で3時間駆動、1個1個ですね別々に使うことができますので、片っぽの充電がなくなったらもう片っぽを使う、片っぽの充電がなくなったらもう片っぽを使うっていう風な長時間の運用も可能でございます。片側ずつ使いたかったっていうお客様結構いるんじゃないですかね。片っぽずつ通話も音楽も聴けてっていう風なもの、時たま両方使って左右から音楽を聴けてっていう風な製品って、なかなかパッとは出会えないと思うんで、低価格帯ですし、こちらの方もすごく使いやすい製品ではないかなと思います。そしてですね、この1万円台の製品にもかかわらず接続安定性もかなり優秀、防水機能も IPX4 相当が装備されておりますので、多少の水しぶきだったら大丈夫、普段の使い方なんですけども、一度ペアリングしておけばあとはケースから取り出すだけでオートペアリングになりますので、そういったペアリングの手間みたいなものも省けますので、非常に使いやすいと思います。搭載されているドライバーは 6mm のダイナミックドライバー、スタンダードなものがついておりますので、どのトゥルーワイヤレスイヤホン、どの完全ワイヤレスイヤホンがいいのかよくわかんないよっていうお客様は、とりあえずこれでもいいかなっていう風な、いわゆるもう初心者向けというか、買っといて間違いはないかなっていう風な製品ですので、こちらも初めてのイヤホンにいいんじゃないでしょうか。はい、そしてその音質なんですけども、おおよそ CF2 と同じという風にお話ししております。CF2 はですね、かなりベースのラインっていうのが聞き取りやすいようなイヤホンですので、お若い世代の方に非常におすすめしやすい感じの音質かなと思います。そこまでむちゃくちゃ高音質じゃないので、クラシックオタクですとかジャズオタクですっていう風なお客さんのですね、耳を満足させられるかどうかっていうのはちょっと分かんないなって感じなんですけど、少なくともコストに対するパフォーマンスっていうのはかなり高い部類の製品かと思います。結構ですね、1万円台の完全ワイヤレスの中では、比較的低音寄りの製品なんですけど、それでもただ単純にそのズブズブに低音が出ているっていう風なタイプでもないので、高音域の部分、ボーカル域がすごく綺麗かって言われると、僕はもうちょいできるだろうみたいなところもあるんですけど、それでも十分なクオリティっていうのを感じることができると思います。特におすすめしたい、お客さんとしてはやっぱりその片方ずつ使える、片方ずつ通話ができるっていうところのメリットをすごく感じられるので、そうですね、音楽も聴くしビジネスにも使うしで、その常日頃持ち歩くしっていう方には非常におすすめです。で、これ右と左あるんですけども、形状は変わらないので常にどちらか一方につけていただいても大丈夫です。あんまり気にしないで使えます。で、イヤピースに関してですね、少し僕もイヤピースオタク的なところがあるんでちょっとシビアに考えたいんですけど、その装着感が悪いと感じたら、他社製のイヤピースを問答無用で使うっていうのがおすすめです。どんどんですね、普段使っているイヤーピースとかっていうのを採用していって、装着感の方を引き上げていってください。やっぱり装着感が悪いと、そもそも鳴ってる音っていうのが感じ取れなかったりするので、装着感にはシビアになっていただいて、よりこちらのですね、CT5 を使っていただけたらなと思います。前回の可愛くてキュートな CF2 からかなりクールにシックに変わりました CT5、ぜひこちらの方もイヤホンの店頭の方でお聴き比べなさってください。本日ご紹介させていただきましたのは PR 部の浜ちゃんでした。ごきげんよう。